この間、若い魔法使いが集まってカードゲームをしてた。ずっと後ろに立ってあげたら、クロエやヒースはずっとビクビクしてて楽しかった。臆病な奴らは好きだよ。賢者様のことは、どうだろうね。どんな事件が起きようが。 どんな敵が立ちはだかろうが俺には関係ない俺はただヒースとあんたを守るだけだそのためにここにいるんだからな俺は人見知りだからカインやクロエのことが少し羨ましいんです見習わないとって思うんですけど難しいですね どうやったらあんな風に誰とでも仲良くなれるんだろうカードで勝つ秘訣を教えてほしいなんだよ賢者そんなに俺に勝ち手か負けても晩酌の相手をさせるグレーだ悪いようにはしねえさ 賢者よ。この伏せられたカードの中から一枚を選ぶがよい。カードの裏には、トランクや鳥かご、大釜などが書かれておる。さて、今日のお茶会に招待するのは誰になるか。ほっほっほ、楽しみじゃ。僕を怖がる奴のことは大好き。 手柄は俺のものだ。賢者様が目の前にいると笑顔になってしまうな。たまには勇気を出してみようかな。真剣勝負と行くか。うんなと行こう。 これでいい。俺 ちゃんと賢者様の魔法使いに見えるかな